ということで今日も一緒に伝えていただくのは元女子日本代表監督真鍋政義さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。昨日真鍋さん男子代表いいスタートを切りましたよね。そうですね、昨日良かったですね、うん、そしてですね今日のポーランド戦に向けまして昨日真鍋さんがポイントに挙げていたのがこちらです。データに学べ、非ブロック数を7点以内に抑えるということで、まあ、昨日は3セットでこの数字ということですから相手に与えるブロックポイントをやっぱり1セットあたり2点ぐらいに収めたいということですよね。そうですね、あの世界チャンピオンですからね、できるだけこう1セット2セット2本ぐらいで抑えたいですね。はい、ということで本当に去年の世界王者相手にこのポイントをクリアできたのか、早速試合を見ていきましょう。連夜のジャイアントキリングへ、3連覇を狙う王者ポーランドに挑む男子日本代表。スターティングメンバーは昨日と同じ顔ぶれ、共に大活躍したエース石川祐希と19歳西田有志に期待がかかります。まずは第1セット、昨日の勢いそのままに西田がサービスエース。エース石川がポーランドの高いブロックをうまくかわしてスパイク。序盤は世界王者と互角の戦いを見せます。しかし競り合いの中で痛いサーブミス。身長2メートル17センチ、レマンスキに速攻を決められ流れは徐々にポーランドへ。さらに頼みのエース石川もサーブミスを犯してしまいます。ミスから流れを失った日本が第1セットを取られます。さあ真鍋さん、第1セット日本痛いミスが目立ちましたね。特にあのやっぱサーブミスが多すぎましたね。やはり1セット目で7本という数字は多いです。これはちょっとあまりにも多いですね。なかなかこのサーブ決めるの大事だと思うんですけれども、このミスで流れをつかめなかった日本が第1セットを失ってしまいます。続く第2セットも取られた日本は第3セットようやく反撃に出ます。ポーランドは1人飛ばしてレフト側の攻撃、志村です。バックトスからここは西田を使ってきました。関田は真ん中飛ばしてここはリバウンドを石川をもらいました。無理をせず、そして打ち上げて今度はしかし今度はブロックにありました。これはどうですか、今度は抜いてきたクロス。3回連続で石川、はい、これがイタリアで戦ってきた。フレックはこれプッシュできました。山本がつなぐ、次はラストボールです。3枚ブロックアウト、ネットをかすめたボール、奇跡だ、リバウンドを使いました。攻撃のリズムをつかんだ日本は西田の豪快なスパイク。さらにエース石川が冷静な状況判断で相手ブロックを翻弄します。石川、関田は動く、その一段ブロック2枚ついているのがうまいブロックを取りました。エースと19歳がついに本領を発揮した日本、王者ポーランドから金星なるか。第3セットリードした日本は西田のサーブ、西田が高い打点からバックアタックを決めます。難しいボールだ、石川、石川もフェイントでこのボールを返します。これがラストボールになる、石川一本、苦しいところエース石川が吠えた。
真鍋さん、今のシーン石川選手よく決め切りましたね。そうですね、あの打った石川もすごいんですけども、はい、その前にトスを上げた関田、はい、このねネットに当たってからこのアンダーハンドのトス、あ、これですね、ファインプレーですよね。これやはりセッターやっていた真鍋さんから見てもすごいプレー、これは素晴らしいですね、はい、さあ日本勢いに乗っていけるのでしょうか。終盤で3点リードした日本、クレークのバックアタックを石川がブロック。さらに今度は小野寺、ポーランドのお株を奪うようなブロックが決まり、日本が第3セットを取ります。ここまでのブロックポイントは7対7と全くの互角。しかし第4セットに入ると日本の攻撃がポーランドの高い壁につかまり始めます。サーブで崩されて何度も繋いだ、それを打てるか、いやここはブロックにあった、さすがの石川も山本さん今苦しかったですかね。そうですね、やはりマークされてますからね、エースが止められた日本はミドル攻撃に活路を見出します。ミドルブロッカー小野寺が高い確率で決め追い上げます。それでもポーランドにマッチポイント、反撃も及ばず日本2試合連続の金星とはなりませんでした。やっぱりこうやって代表を背負ってレギュラーで出させてもらっている分、やっぱり責任を持たないといけないですし、今回は自分のせいで負けたので、まあ、それはもう、まあ、言葉では表せれないぐらいなんですけど、まあ、これを、まあ、自分の成長に しっかりと行けたらなと思います。メンタル、気持ちを切らさないことが一番だと思いますし、まあ、1日空いてまた明日からなので、そこでどれだけ休んで切り替えできるかが、まあ、今後勝つために必要なことだと思います。はい、ということで日本2日連続の金星とはなりませんでした。真鍋さん、悔しいですね。そうですね、あの1セット目23点で負けたのが惜しかったですね。本当にそうですよね。そしてですね、昨日真鍋さんがポイントとして挙げました相手に与えたブロックポイントなんですけれども14ということで、まあ、1セットあたりおよそ3ポイント奪われてしまったということなんですけれども、真鍋さん、これどう評価していますか。特に4セット目だけで7点ですからね。そうですね、第3セットまでで7点だったんですけれども、その後4セット目で7点取られてしまったということですからね。この4点がも7点がもったいなかったですね。はい、そしてですね、さらに真鍋さんがもう一つ指摘したのがサーブのミスです。今日サーブミス日本22本あったんです。22本はちょっと多いですね。ただここに日本が成長する鍵があるんですよね、真鍋さん。そうなんですよ。ということでこちらです、〇〇に真鍋ということで、真鍋さん今日もタブレットを持っていますけれども、ね、何が書いてあるんでしょうか。今日はこれです。アメリカですか。はい、そうなんですよ。アメリカに真鍋、どういうことでしょう。これです、アメリカのサーブ。今日ね、アメリカのサーブミスが非常に多かったんですよ。はい、本当にアメリカはですね、日本を上回る24本のサーブミスがありました。ただ違ったのがサーブポイントの数、アメリカの13に対して日本は2しかなかったんです。やっぱりここが世界と日本の差ですかね。はい、もう本当に石川選手もこの部分に関しては試合後インタビューでも語っているんです。どんな状況になってもサーブ攻め続けないといけないし、そうしないとチャンス巡ってこないので、まあ、そこは、まあ、今日改めて学びました。真鍋さん、サーブミスっていうのはやっぱりメンタル的な面っていうのも大きいんでしょうか。大きいですね。やはりこうどんどんやっぱ攻めていかないと厳しいんですけどね。追われる立場と追う立場と試合状況によっても違いますね。全く違いますね。うん、そうするとやっぱり今後の試合はこのサーブというのがやはりまた一層鍵になっていきそうということ。女子もサーブはやっぱり重要なんですけども、男子の方がやっぱりより一層サーブは重要ですね。本当にだからこれをクリアできれば強豪も倒せるということです。まずはやっぱり今言われたようにメンタル非常に大事なんで、やっぱ今日の失敗をね
今後の試合に生かしていってほしいですね。本当にそうですよ、本当に次の試合なんですけれども金曜日はチュニジア戦です。本当に日本の攻めのサーブにそうしますと、はい、真鍋さん注目ということです、ね、はい、本当に真鍋さん今日も夜遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。お願いします。